山博のピカイチラジオはいえー、またまた金曜日の夜九時でございます皆さんこんばんは山博ですこんばんは吉本新喜劇のすっちですこんばんはアナウンサーの古川恵子ですね元気よく三人、はいえー、こんばんはと言いましたけどね本当に空元気があの続くというか吉本新喜劇の言うてますけどやってませんからね今ね <laughs> <laughs> <ん>本当にこんなの初めてですよね初めてですねこんなに舞台に立たない感じ何日ぐらい え何日もだからまあ3月頭からでしょうんまあ僕はちょっと1週間休みもらってましたけどはい、はい、そこからまあ始まってますからうんほ<ー>ん本当にみんな何にもしてない感じまああのー、劇場からね動画を配信はしてますけどそれも言うてもね各劇場ごとにこう振り分けられて、うん、NGK は朝から10時からやってるんですけどそれが終わったらまあ何もない子が。 ほとんど中にはまあ祇園行く子もいますけど、うんうん、基本的にはまあ暇な毎日を。ですよね。あのですから、うん、あのよくイベントとか、はい、余興とかいうのも、うん、ほぼほぼもう全部ないですから。ううそうですね、うん、なんとなくまあ,あのここら辺まではまあないやろうなって、うん、は思って。 てたんですけどうん、うん、思ってたけど実際にそうなってくると、うん、ということはさらに先まで進むのかなとか思いますよね、えー、そんなんしてる間にねその今コロナの話してますけどね、うん、先週はほらえー、っと大阪と兵庫来自粛自粛で今週は まあこれまたいつもの通り木曜日にまあ録音してるんでどうなるかわかんないですけど今週末は東京都がえまあ行き来しないでくださいってそれに関東の神奈川とかね他のところも千葉市とかえ追随してっていうさあのそれぞれのまあ自治体レベルでこうやってるんですけどなんなん,なんでしょうねあのどのぐらいの本当にこれ大変なんかっていうのを。 きちんと毎日こう国民に向けて一番こう責任者である総理大臣がやるべきは思うんですよだってよその国はあのトランプさんもそうやし、うん、イギリスのジョンソンさんもドイツのメルケルさんもみんな国民,国民向けにこんだけ大変なんですよって言ってるんですけどうん、うん、全然しないでしょう。うんうん、で、えー、政府対策本部が立ち上がったのでこれでだから緊急事態宣言出せるんですよ。うん それぐらい大変なことなんやったらもっとこう毎日言わんとあかんわ、うん、かどのぐらいその切羽詰まってるかっていうのが分からんから若い子たちは原宿をこう、うん、わーっと割歩してね、うん、でそれを外国のメディアにね「こんな国不思議や」って言われたりとかって。うんうん そまあ伝わってないでしょうね若い子には。うん、どうでしょう、うん、トイレットペーパーが品薄や言ったらそれに買いだめに走ってなくなる、うん、まあマスクはもともとそうですけど、うん、ほんであとなんや最近で言ったら冷凍食品まで言い出して、うん、でそれをテレビのワイドショーやもうニュースもそうですけれども、うん、そういうことばっかり追いかけるんですよ。うん それを見た人がまた「ああ品薄なんねや」言って買いに行ってしまうという、ね、やっぱちょっと思ってしまいましたよねだから関東であの状況か、ね、ほなもうもしかしたら関西もそうなるかもしれん、うん、まあ実際行ってませんけどうん,うんちょっとそうなんしたらあかんなと思いつつも、うん、どっかで。うん ちちょっっっとかな分かんのかなとかかかかなななあんの気になるゃ,ないゃいますよ、ね、どのぐらいそれが本当に、うん、あの切羽詰まってるもんなのか、うん、で感染者がまあ増えるんだろうってことは今、まあ、そういう見込みがあって、うん、増えるんやったら増えるで、うん、何に基づいて増えて、うんえー、どれぐらい気付けなあかんもんなんかって、うん、いうのをね日本だけがなんかこう今のところ、うん、その諸外国に比べると感染者数は 少ないんですよねあの、うん、検査する人の数も少ないからなんですけどだからもう一つピンとこない部分があって、うん、でも生活には直結してるじゃないですかう飲食店も、まあ、もちろんそのスチーのような、うん、え舞台でこうイベントをね、うん、毎日やって入る人なんかも,もう直接の打撃ですし、うん、まあ僕もそうですけどねそのうちの一人ですけどあと飲食関係で体力のあるところは1ヶ月 2>,、うん、1> 2ヶ月何とか持ちこたえても。うん これは中小零細個人事業主は大変なことになっててそのうちの何割かは風評がこうそれを招いてしまってた部分があるわけでねこれはなんか僕は緊急事態宣言出さなあかん状況なんかもしれんけれどもこの1ヶ月ずっと政府を見ててこの政府に緊急事態宣言出されたくないなっていう思いがものすごい今強いですね。 本当に出たらあかんねんやったら、うん、それこそ,そのなんだろうそこは知恵でね、うん、なんとか乗り切る術は人間やからあるわけですよみんな、うん、でそこの辺の道筋をきちんとこう示してくれないから、うん、いらん情報がいっぱいいろんなところから入ってきてそれでその疑心暗鬼だけがどん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 増えていくって。うん これはね、やっぱり良くないことや思いますよ。なんかみんなそれぞれにこう温度差があるので、うん、なんやろう、うん、ちゃんとこう除菌せなとか思ってる人もおれば、うん、何にもしてへん人もおるし。そうですね。うん、で、あのその国民の救済のためにお金を 給付するのを渡すのか、うん、あるいはそれが商品券になるのか、うん、えー、お肉券になるとか、うん、お魚券になるとかって、うん、いやっていうかみんなこれ一律でほんまにせんなあかんのっていう気もするんですね、うんえー、だって一概にサラリーマンって言ったって年収例えば二三百万の人もいれば何千万もらってる人もいるじゃないですか、うん、なんで何千万ももらってる人間も一律同じだけもらうんやって思うわけですよ ほんまにこう国上げて大変な時なんでしょう、うん、そうしたらいろいろ法律作って特別救済ですればいいんですよ明日食えない、えー、例えば、あのー、両親いるところは子供はどっちかが見てられたけども、うん、それを見られない人は外に働きに行けない、うん、子供見なあかんから、うん、でその人のための救済はって言ったらほの潤ってる家と同じ一律でこうもらってって。うん なんんかそれ違ううと思うんですね、うん、で公平性公平性ばっかり言うけれど今んの緊急事態なんでしょう戦後こ,こんなあの見えない敵と戦ってるのは初めてやって、うん、勇ましく言うんやったらです言、ね、うんやったら臨機応変にすりゃ言えないなと思うんですけどね、うん、あフリーランスでやってる人たち1日4,100円そんなんでやっていけんのかって思うわけですよね。うんうん こんなに非正規雇用での人たちが多いのに仕事がなくなったらはい結局、えー、日当も何も出ませんよだから4100円ってどうやって家族養っていくねんっていうねうん、うん、いうのほんまにまあなんでしょうね日本人っていうのはあのおとなしいので、うん、フランスなんかもう何日も前に大規模なデモして訴えるわけですよね。ね でそういう声が強ければ強いほどやっぱ政権っていうのは危機感を持ちますから、うん、ちゃんとやろうっていうことになるんですけど、うん、一番肝心要のトップが表に出てきて何にもあの説明をしないと、うんうん、警戒も呼びかけない、うん、どん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 後手になってきてね大丈夫かなっていうふうに思いますけどね。本当、うん、口開くと そういうい話ばっかりりになります不安しかないすもん、ね、不安しかないから <laughs> ほんまにもな何とかしてもらいたいもんですけれどもだから先週なんかでも放送で僕はちょっとでも楽しい話しようと思って、はい、洋服の,あのタグが左についてるからタートルのセーターなんかは。 何前後ろ管区人んでもそのタグを見たらこっちが左の腕を通したらええねんでって教えたろうと思ってやったら、うん、なんかみんなが知ってるとかして, <laughs> てましたからねこればっかりは、ね、知ってたのに知らんカオスというか知らんふりすんのはそれはあきませんそれは絶対ありませんけどね。 変えるっていう。そうですね。自ら恥をかきにきは。何してはんにやろう。元々楽しい番組なんだね。それはそれでいいんですけどね。まあ、あの、これを聞いてる時間ぐらいはね。そうですね。スイタシのスヌーピーママさん、洋服のタグのこと。そうです。左、左側につけられています。でも、例外もありますよ。あの、赤ちゃんの肌着とかです。 そそももも裏ででははななく表側側ののののの左ににつついいてます、あのー、タグペペロペロこう赤ちゃんっていうのは指でこう指指しながら一手の指を口うちの息子ずっと左手の小指を、うん。 いいぐるるみについてるタグあるでしょそこに左手の小指を入れて,入れて右手の親指をずっと、うん、もしくは右手の親指を吸いながら右手の小指をタグに入れて、うん、タグにねだから小指入れるそ,その時期はそのシャツとかものは絶対に手放せないから捨てられないあ、そう,そういうもんありましたねあるでしょうそういうの。 赤ちゃんね赤ちゃんのタグは肌に当たるとて、ね、そういうことですねていからなのでおじいちゃんになられたときに覚えておいてくださいねわしに言うてんのかそれは、はい、近い将来って書いてあるそうやなもうあともう病読みやからね <laughs> あ、そうなんですかえ、何がおじいちゃんあ、じゃおじいちゃんになる予定は全然ないですよまだ <laughs> ないけどもう病読みじゃないですかね。世代的にびっくりしたそうですね いや、もしそうやとしても、別に、その公表するほどのこと。いやいや、あの、強い目で言わはったから。そうなんや。手短いから。いや、ちゃうから、五十八になったら、もうそろそろね、息子も結婚したし、そういう時期があってもおかしないなって言っただけで。全然、そうですね。い。いいとも、おじいちゃんって言わなあかんのかってね。見た目がね、おじいちゃんやから。まあ、もう、ずいぶん前。ずい前から。ずいぶん前から、あれ。あ、そうです。ありがとうございます。 なはい、あの、はい、本当にだから仕事も何もないんでね街、うんま、をこぼろしたりしてると、はい、おかしなことばっかり出くわしたりしてさ、はい、あのコンビニのね、はい、コンビニってあの従業員の人たちだけがこう出入りする扉があるじゃないですか。んかねあれやはあのレジの裏っ側の部屋に行くための ああ引き戸みたいな、はい、でその引き戸にねあの鏡みたいなのがあったから、うん、それでその前にあの唐揚げ食べて、うん、口の中にちょっと引っかかったものがあったんで、うん、こうひーってやってたよ反してて、はあ、ひーってやってたらガッと開いて俺びっくりして鏡やとばっかり思ってたら鏡ごと全部ガラってやって女の子が「ふあ!」って言って。はあ <laughs> は<ー>あかっこ悪いなあかっこ悪いですね経験ないあの鏡によう映ってるから自分が歯茎全部見せてやってたら <laughs> あれは裏っかどうなってんねやろうかあの鏡の部分はばえマジックミラーなってんのかなマジックミラーなってんのかななってるとこも多分あるはずです<ー>あらお店の中見えないよね とところのバーン押す扉あるじゃ、うん、あそこは鳴ってたような気がします僕もコンビニでバイトしてましたけど鳴、うんうん、ってた気がしますねあそうまあ言ったらそのどういう理由なのかまあ後ろに人がおるのが見えへんかったら危ないのか、うん、それか防犯のあれで見えるようにしてるのかこちら側から。けどそれ言ってるのは扉でしょ、はい、僕引引きき戸戸なんですよ引き戸はちょっと とここでしかもあのイートインできるところあるでしょ。でイートインで飲んだり食べたりするところにその引き戸があって出入りして反のその店員さんだけああバックヤードとつながってる。そう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 。でレジの後ろ。レジの後ろ。僕だけはないと思う。その食べたり乗ったりしたあ自分の顔ネギ挟まって。確認はしますよね。そうそうそう。あれわっと開かれて。でもある程度見えるな店員ちゃいます。ある程度確認できるように。あんなその女の子はそのマジックミラー見ずに普通に来たの。 わっと開けられて人差し指を歯,歯茎の間にこう突っ込んだまま「<laughs> こんにちは」とか言って <laughs> 恥ずかしい思いしたりとかですね、はあ、あと面白かったのがあのえっと量販店かあのあなんていうかなあのほら、えっと、工具とかいっぱい売ってるところ、えー、ホームセンターホームセンターム。 ホーームセンター行ってホームセンターの横の,、ね、あの銀行の、ね、ATM が置いてるところがで、はい、で三菱 UFJ に用事があったから、はい、それ行ったんですよ。で3人ぐらい並んでたんです。っていううののはつつあるうちの1つが 点検中一つしか使えなかったんで3人ぐらい並んでまあええかと思って待ってたんですよね。で2人終わって僕はその今やってる人が終わったらと思ってたらそのもう一個の,あの点検中の方の横に扉っていうかね人がもうギリギリ入れるかどうか3 0ンチもないぐらいの縦長のあれ扉があって、うん。で 係の人はそ,のそこを開けて入っていって裏で機械を,をあの点検したかったみたいでーカシャッと開いたんですよ。うん、開いたらほんま小錦みたいな人が点検終えて出てくんねんけど、はあ、もちろんあの普通には出てこれないから体を横にしてでこの2 0ンチかそれぐらいのところを。 ギリギリ,ギリギリどころじゃないからないです理かお腹をグーッとへこむやつ大変やな大変や<ー>もうでその人こう動かしながらパッとこっち見たら僕と目を打うてやで、ね「うん、あっ!」ていう顔してんのよ「おう!」って俺も言うしかないやんか、うん、頑張ってんなって言って「<laughs> はい!はい」はってもう呼吸できへんから。はあ だからそんなあれ警備員やねんけどものすごい合体いやしたよねし人やねんはああれは悪だなあ、はい、でも最後そのやってる人が終わったんその ATM 使ってる人、はい、お客さんがその人と二人で手引っ張ったった俺ら大きな株とかみたいですねそう <laughs> どうやって入ったやろうと思ってねえ <laughs>、はあ、入る時もだいぶ時間かかってるんだと思う、はあ、動かへんねんでもんやったら虫 ミシえっ,って、大丈夫かいな、ね、それ。<え>変に入ったら、ほんまに抜けなくなる時はありますよね。ねそんなやつですよ。んほんまに。そんなこと、に、でこわしたりして、やることないから。町 <laughs> 徘徊してるから。<laughs> <laughs> もうね、早くちょっと仕事に復帰したいんですけど。 イベントもないし朗読会しそういう我々がある朗読とか講演とか演セミナーみたいなのが本当に人が集まることが本当に中止ですよねいやほんまねもう何もすることない、うん、ゴルフ場だけはわじいさんたち元気にやってたわ外やしねここは映らへんわ大丈夫や言ってやってましたけどねそれぐらいはもうだから変化のない一週間やわ なんか刺激が欲しいわ、うん、なんかねほんま時間がゆっくり流れてますね、うん、こんな時こそ何か何します、うん、なんかする畑でも耕すやつとか畑<ー>これ人間ってね<ー>時間がないからね <laughs>、うん、やろうとして、うん、毎年この時期は、まあ、家の敷地の裏の方にちょっとだけだから78個苗こうてきてトマトとかきゅうりとか毎年植えるんですけど、うん 今年時間あるから逆にねなかなかやろうっていう気にならへんの、うん、あれなかったら次の日曜日にやろうとかねはい、はい、思うんですけどね毎日が日曜日が曜何とかな何やろうなほんま今あの打ち合わせとかやっぱりしてるんですね、うん、その言うたら劇場の。うん、でして、えー、劇場が始まってで、まあ、その頃にまた次のってやっていくんですけどやるのやるの全部。 あのう、中止なっていくので。打ち合わせしてもね。はいはいはい。なんやろうなっていう。せやね。だから、モチベーションがもう一つ上がってこない。そうなんですよね。毎日生放送、う古川さんの生。じゃ生放送ね。この間朝聞いたわ、朝のラジオ。ゴルフ場行くときに。朝から頑張ってんな。もう、これでね、丸九年になります。九年になります。十年目ですね、来週からね。 続ただまあ本当にに話題がねラジオはあれですけどテレビなんかは新ンいっぱい見たら平和な番組はお店のロケ行くわけにもいかず今までそういうのばっかりやってたなとこんなイベントありますとかこんな流行ってますじゃないですか基本そういうの本当ことごとく一回一見取材行ったのにそのイベント中止になりましたってダメになったりとかあるし。 ホテルのねブッフェとかもブッフェトング使えないから今やめてますとかなんかそうう取材することがもうなくなってきて何すんねんなほんなだから本当この話コロナの話ばっかりばっかりかりますけど天気がええからねなんかやねんと思うんですけど何にもその平和じゃないですか一見ね一見そうやね 気候は、ね、普通にいいし、うんうん、何も問題はないんですけどもだから何も問題ないように見えるけれども実は今すごい問題を抱えててこの先どうなるかは今どうすべきかによって変わってくるんやってことをね、うん、やっぱね号令かけなあかんてそうっすねやっぱちょっと強く、まあ、強く言い過ぎてもあかんとか言うけどだか,あのだからいらん情報いらんから 必要なここういういとはしてくださいいっていう、うん、だから先週吉村知事は正しかったと思うよ、うんあのー、兵庫県の知事と喧嘩しながら、うん、<laughs> やけどもや,っぱやるべきことはやるんやっていうことを、うん、それぐらい強く打ち出すのがあの府県単位じゃなくてやっぱり国ですよ、うん、ちょっとねみんなが、うん、みんながちょっと同じ温度にならんとあ、うん、かんやろうなっていうのはそうですね。うん まあ攻で、せめて、この時間、まあ、じゃ、楽しくいきますか。そうですね。ねうん、はい。各コーナー、今日もございます。怒りの投稿、街中モンスターハンターでは、皆さんが街中で目撃して腹立たしいモンスターの報告をお待ちしております。そして、こんな時こそ、山本社交クラブ。うんまあ、こんな時こそ、かどうか、わかんないですけど。<laughs> こんな時、どうなっているのか。のこんな時、でも、育む人は育みますから、ねそう。そう,いうことです。えー、いこれでもね、はい、なんかネットで見ましたけど。うんはい えーね、イギリス人男性が、はいえー、イタリアやったかなんせその、ね、スペインやったかな、うん、不倫旅行してて、うん、感染してとか。あでうま,うまいことアるバイは確実にしてたらしいんですけど、うん、結局バレてないのかな うん、でもやっぱりそういうことも起こってきてるみたいな。も不思議じゃないすよ、ね、です僕,、うん、僕がたまたま見たその映画もそんなああいうパンデミックになっていく映画だったんですけど、うんうん、それも奥さんがたまたまちょっと時間あったから出張やったんですけど時間あったから元彼とちょっとそんな感じになってとか。だから誰とどう あってたかかとどういう動きをしてたかっていうのが分かるからそれで何か明るみになったとかそんなんもあるんでだからこの社交クラブもちょっとちょっとこの時期控えなはれやというか妄想だけにしとくとかねこの時期はほんまに。 その裏の方がいいよ。ね。うん、メール、ラインのやり取りぐらいにねするとかね。えー、でも皆さんの恋の話、うん、教えてください。な、まあ、止まらんか。こんな時ここほどね頼りたいとこもありますよ、ねうん。まあまあそうですよね。ねはい、ピカイチ価値観調査これどうやねんでは皆さんがこれどうやねんと思うことをお寄せください。私たち三人はどう思うかお答えいたします。 メッセージをご紹介した方には、薄い頭と薄い生地でできた山広バッグをプレゼントしています。山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には、山広さんの直筆応援メッセージ入り、クオカードをプレゼントしています。送ってこられると何かと困るという方は、自体希望と書いておいていただければお送りしませんので、ご安心ください。メッセージの宛先は、メールの方は山、山アットマーク m b s 1 1 7 9 c o m yama.mbs1179.com ファックスは大阪06-6809-9090大阪06-6809-9090です番組の公式ツイッターアットマーク、ヤマ1179公式フェイスブックも見てみてください皆さんのメッセージをお待ちしております怒りの投稿モンスター 街中モンスターハンターモンスターペアレントにモンスターペーシェントさらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動を取るモンスターたちを報告していただきます腹立たしい家だなその前のタイトルも違う飛びそうになった <laughs> 2マメはおやつですさんが見つけたモンスターですはい 公園を散歩していると近くにいた一人のおじいさんが「ちょっとすみません」と話しかけてきました。うんうん「どうやらスマホで自分を撮影してほしいらしいです」<おう>「<laughs> いいですよ全身が入った方がいいですか?」とか聞きながらおじいさんを撮影しスマホを渡しながら「ちゃんと撮れてるか確認してくださいねダメだったら撮り直しますから」と言いましたうん、うん、すると「コロナコロナ2メートル離れて」と急に言うではないですか。<laughs> それは今は気をつける時期だし皆さん気にしているとは思います。でも自分からスマホを手渡ししてきてその言い方はないのではないでしょうか。うん、言いたいことはわからないではないですが、人に頼み事をしておいてその言い方、なんか気分が悪くなる出来事でした。うん、もうあのスマホを掘ったらいいね。<laughs> じいさんに。んに<い>近づいて渡せないから。ってごめんごめん言ってね。 かったつな。つな頼んどいてね。あ,あさあ、すごい対応は素晴らしかったじゃないですか。そうですよ。ああね、何も他の方に落ち度はない。全くないよな。全くないこういう爺さんがいるから困りますよね。うん、はい。まあ、言い方にもよるんやろうけどな。うん、うんね。ね、ね、ね、軽いジョークいうか。うん、軽口叩いてるつもりないけどね。うん。 冗談にしてもね言ったらあかんのですよ年長がそういう見本見せなあかん,ん、ね、逆言ってどうするんだよ顔ちゃうかお <laughs> 怒ってる怒ってる顔 <laughs> ちゃうか陽 <laughs> 動川区の寿司カレーさんが見つけたモンスターです、はい、百貨店のパンコーナーで選んでいるときに六十代のおばちゃんが トングでパンを次から次へと押さえて回っていましたなんで中にはクリームが少しはみ出したのもありましたなかなか抑えとんな <laughs> 私が、うん、奥さんそんなんしたら他のお客さんが買いにくいですよというと、うん、あんたここの店員会な硬さを見てるだけやんかほっといてと言われましたいるんですねこんなモンスターおばちゃんが硬さを見てるだけいやパンの持った感じでわかるやん 押さ、はい、えんでもこれは全部お金払わせることできますよね <laughs> <ん>店の人からしたらうんクリーム出てるんでしょにょ、うん、ろった。もう商品価値がもう失われてません,うん売り物になるかっていう,と、ねう いや、あんたここの店員かっていうかここの客やからね。うん。だから他の客として見て、あなたがこうしたことによってもう買う気なくしました。すよね。って言われたら商売できないですね。パネッたら店員さんよりも言えるんちゃいます。ね。逆にね。買う側やから。うん。それがもうラスイとかやったら。お前。これは。 犯罪でしょ。すごいですね。えらいことしますね。いやもうでも関わりたないな。こういうやつ何考えてるか分からへんもん。んせやな。まず抑える時点でもうなんなんこいつじゃないですか。いやもう気候で,でしょ。気候でしょ。うでそれ言うってこれ返してくるって。うん、いやもう関わらん方がええわ。うん でも店の人にはちょっと気をつけおいた方がいいよって言うといい、ね、あのお客さんこんなんしてますよ、うん、でこう言うたらこんな、うん、こんな返しですとそうそうそう,そうだから次から見つけて同じようなことするようやったら出禁にするなり出、ね、禁にしたら下でまた変なこと言うんやろうな今日<ー>チャリはでも商売やがったりやもんね、うん、だまあ他のお客さんのためにそのお客さんは切ってもええと思うないい人もいいと思います切る方に大三なです 神戸の私はおっさんさんが見つけたモンスターです、はい、職場の同僚が私の見つけたモンスターです、うん、以前仕事が忙しくなった時に何でも言っていつでも手伝うでと言ってくれていたのに、うん、いざお願いするとああ今忙しいから無理そんなんして意味あるのと言って全く手伝ってくれませんでした、うん、そして特に急ぎでない仕事の時に限って 何かすするるることあるってまたいい人ぶるんです、うん、最初っから手伝う気ないならいい人ぶるなや、うん、上司の前だけええっこすなよ、うん、ちなみにこの同僚はいつも私や他の人の仕事を見て「なんでこんなやり方しとん意味ないやん」。 こいつはアホやから何も知らんのですよ」と仕事内容もよく分かっていないのにすすぐにに人の仕事にケチをつけるんです、うん、逆に私や他の人がその同僚の仕事のやり方について指摘すると「はあなんでそんなことせなあかんの?」とふてくされるんですけどね、うん、お前こそ何も分かってへんのちゃうんかお前がいつも正しいんとっちゃうぞおっしゃる通り ほんまその通りですもう相手にしない、うん、頼み事もしない、うん、これが一番ですよ。関わらない、うん、どの仕事でも多分一緒やと思いますけど、うん、まあ僕も報道長かったんで報道の現場があのスタジ、えー、報道ってフロアでいろんな仕事やってます。 このニュースにかかる人、うん、次の来週の企画ものに関することやってる人もっと長期的なドキュメンタリーに関わってる人ってそれぞれ分業でやってますでもすごい突発が起きました、うんえー、そうなったらみんな一斉に手を止めてダッてやり始めるんですよ、うん、チームにですから、はい、もうそれ何十人多い時は100人単位でかかるわけですよ、うん、その時にもうすぐにもう全然関係のないことをやり始めるやつもう分かってるんですよ。<laughs> お前なんで今それせんなあかんねんって、はあ、みんなで「チームワークや!」って、ね、流れ作業でもやらなあかんねんっていう時に全然スカタンやってるんですよ、うん、そのくせもうだいぶ整いつつあるなこれでいけるか言ったらブーっときて「これこうちゃうんか!」って<わ>ほんまに無責任に言うで <laughs> <ー>若いやつつこて23人でわーってそれやり始める、うん、ほんま怒ったもん。 お前黙っとけーって <laughs> もうあと,あと何分で本番やん、はあ、1>, 1時間2時間3時間もうだってそんな大突発やから、はあ、どんだけやるか分からへんのに「はい、お前何言いに来てんねん!」言て「<laughs> 黙っとけお前!」て。はあ <laughs>

えー、皆さんも周りで起こったあモンスター情報をどんどんお寄せいただきたいと思いますさあ一曲ですけれどもあの坊、ー、呂さんが大阪で生まれた女とこの曲作ったのが、はい、1979年8月1日に発売してるんですけど、はい、実はまあそのボ呂さんよりも先にというか同じ年の5月にえー この大阪で生まれた女をシングル発売して歌ったのが萩原健一さんですよね。もともとこのボロさんが作ったのはこの「大阪で生まれた女」っていうのは18番まで作ってるんですよボロさん<ー>、えー、その34分の長い曲やったんですけれども「証券、うん」えー、も歌いましてこの曲が大ヒットしましたですねもう証券がなくなってちょうど1年が。 立ちましたですね。二十六日でね、萩原健一さんでえ大阪で生まれた女、山本社交クラブさあこんなご時世ですけれどもあるんでしょうねあるんですよある<ー>、うんでしょうね男性からです。四十三歳の鉄さんです。うん、はい 私はバツイチ一人身、うん、養育費や四月からの子どもの大学費用などで経済的に余裕はあまりない過去に家庭を壊したことのある男です。うん、この冬一冬の恋をしました。はあ、たった二ヶ月の恋でした。うんうん ある出会い系のアプリがきっかけになりました今はそんな多いね,ね、うん、昔はいいとして今はもう遊び相手を見つけるだとかそういうことではなく、うん、多くの人が日常や恋バナや時事ネタを日記に書いており僕も年末年始の暇な時に日記をいくつか書いてみたのです、うん、その日記にコメントしてくれたのがエリさんか<お>り 41歳という名古屋に住んんででいいるるお子さんとご主人のいる方でした彼女もいくつか日記を書いていて目を通しているとご主人との関係がうまくいっていないという内容のものが多く離婚についての相談や悩みを聞いてほしいという女性なんだと分かりました。 その LINE でのやり取りになりすぐにお互いが会ってみたいと思うようにもなってでも家庭もあるし距離もあるし夏休みあたたたりに会えたらいいいねなんててことを言っていました知り合って2週間1月の最後の週末に三重に仕事で出かけることがあり用事を済ませて大阪に帰るつもりでしたが冗談半分で今から行こうかなんて聞いてみると 夜からなら何とか出られるようにしてみるとの返事初めて会うことになりました LINE の会話でもかなり話をしていたのもあって会った時にはすでに恋人の再会のような感じでした<ー>彼女がどこかで落ち着いて話そうよというのでいろいろとありながらもその夜ホテルに行くことになりました、うん、それを合わせて会った回数は3回、うん、夜中の初デート 日中の買い物デート、うん、さらに先月彼女は2泊3日で大阪にもやってきました<ー>会うたびに愛し合い何度も愛し合いましたが会話を進めるたびにふと気づいたのです彼女は家庭に帰るべきだと、うん、それこ,こからは互いに惹かれ合いながらも僕が彼女をカウンセリングしている感じにもなり、うん、彼女の欠点を一つずつ整理したり修正していくことに。 彼女を好きな気持ちは時間とともに膨れ上がる一方自分のしていることは彼女を家庭に返すこと彼女もとても好きでいてくれましたがご主人とのコミュニケーション改善が進むにつれ家ではなかなか動けなかったこともできるようになりまたご主人の意地みたいなものも、えー、解かれていったようです。うん そして先週末とうとう彼女はご主人と分かり合うことができ再構築の道を見つけた,見つけたのです、うん、その後はこの関係でいるのか別れるのか1週間の間だけで2点3点僕はどんな形でもいいから連絡手段だけはあればいいと思っていましたがそれがいけなかったみたいです、うん、彼女が離れるのを僕が止め僕が離れるのを彼女が止めということを繰り返した末今日3月20日 昨日からの長い既読スルーのあと「さようなら」の文が届きました、うん、今までの感謝の言葉とこれからの固い決意そこには僕との連絡の全てを断つということも全てが終わりました、うん、最後に大きな未練を感じながら「さようなら」と LINE を送りました。うん 僕にとっては美人でとても純粋で人のことをまっすぐに受け入れる優しい彼女だったのですが、うん、ご主人とうまくいかなかった何かをきっかけに何年もの長い間自分から殻に閉じこもりご主人をイライラさせていたようです、うん、彼女はそれに気づかずご主人の欠点への不満を募らせ離婚寸前にまで至っていた状況でした 今はまだ自分の整理がうまくできていなく、まだ少し時間がかかりそうです。なるほど。こういう形もあるんですね。はあ、いや、鉄さん、はいいことをしましたね。まあ、これちょっとまあ。 ねえそういう関係になっちゃったけどなっちゃったけど、うん、それがなかったらそうよ、ん。離婚してたかもしれないですもんね、うん、だってご主人との間に生まれたその溝、うん、これ修復させたんは鉄さんやんかそりゃすごいよ、はあ、そりゃ何回かね愛し合うぐらいはえんちゃう、うん、<laughs> えんちゃうええと思うよ僕は ですな、こういうのがあかんことやけどええことになってる。最後良かったらいいですよ。二ヶ月の恋、これ歌作れるね。本当ですね。本当に思い出をね。すごいね。だから途中でやっぱ家庭に帰るべきやって思えるっていうところはすごいですよね。だから親身に相談に乗って、今日はこうしてると、こうした方がえでとカウンセリングをね。それはあかんでと。 見事やなでまああのー、最終エリさんがスパッとこう、うんね、自分の意思でね、うん、っていうのも良かったんですよね。良かったよね、うんお。その決断をさせたのもやっぱ哲さんやで、うん、ナイスカウンセリングやんか、うん、それで結局何もできませんでしたってモジモジするんじゃなくてちゃんとやることはやってね。 大人やな。そうですね。大人やな。ほー。いろいろ経験してはるからやっぱりすごいわ。自分がね、いろいろあったから。あったからね。二ヶ月。二ヶ月。恋ですね。恋なこの二ヶ月は。二ヶ月の恋。はい。これでもしばらくこの思い出でね。うん。ちょっと今は急ってなりすぎますけど。まあね、辛いけどね。辛いけど。でもずっと。 でもいい思い出っからその時は辛いよね。そうそうまあまあ,まあだから思い出として長く残るんでん、はい、いいんじゃないですかね。まあね止まるんだ。ね、しかしその何最初の出会いはそういうなんか <laughs> アプリアプリがあるんですかね。にその日記,を見て日記を書いてそれにみんなコメントしてくる。あそう。 書いてみますまあ暇やからね誰が暇やね暇やけどお互い暇やから知りませんでしたね早かったですねでも会うまでがまあまあたまたまそう夜からやったら出れるようにするってがっつりやっぱ会いたいがあったんでしょうねもう言葉はいらないですよねそういう時は日記見てるからどういう人かっていうのをまず お互い分かってるでね正直に書くもんね人気ってアオアワンがねもう日記でわかるからいやすごいじゃないですか大人だね初めてのケースですねそうですねもういつ行きましょうかこの方も男性の方走り屋加業さん結婚二十二年目四十代後半のおっさんですという方です 妻は40代前半、うん、長女大学1回生、うん、1> 次女高校2年生 2>、うん、お恥ずかしい話ですがかれこれ15年妻の体に触れていません。 自分も仕事が忙しく妻もフルタイムで働いています、うん、妻は家事はそこそこそつなくしてくれています、うん、自分は毎日朝早く起きて自分で弁当を作って出勤しています、うん、思春期の娘とはほぼ会話がなく妻とも業務連絡程度しか会話がありませんたまに妻から仕事の話を聞くこともありますが自分は仕事の話はしません、うん ところがある日半年ほど前になりますが、うん、仕事仲間と事務員の女性30代前半未婚彼氏と同棲中とお茶をする機会がありました、うん、彼女を送って帰ると途中彼氏から2年近く抱かれていないと告白されました <laughs> 冗談か本気か分かりませんが愛人にしてくださいと言われました。え 以来もしかしたら久々に女性に触れられるチャンスかとか思いながら悶々とした日々を過ごしております以降数回仲間を交えて食事やお茶を共にしています最近2回2人きりでお茶と食事をしました正直妻からの愛情は感じられないし彼女のことが気になって仕方がない日々です もし一線を越えてしまったらどうなりますでしょうか。やはり今まで築き上げてきた信頼や職、果ては家族を失う結果になりますでしょうか。日遊びをしてみたい欲求もありますが、家庭を崩壊させるほどの覚悟もできずにいます。心の穴を埋めたい、癒されたいというのは自分勝手なのでしょうか。うこ,こちらはまだ… <laughs> 半ばですね、はい、1,000億、はい、と思うけどな。ん こういうの向いてないと思いますね。あの今やっぱりそういうふうに思うっていうのはそうなんですよね。向いてない。向いてない。こんなこと考えずにパッと。パッと行くからだ。きますよ。さっきのテスさんみたいに三重に出張パッと行くんですよ。夜なら行けるほ、行こう。話をホテルっていうそういうね。まあ普通ママそっちが割とそんな軽い言い方でホテルじゃ行ってないと思う。でも時間の流れとしてはテンポがいいですね。 ここでどうしましょうって聞く人は後悔も大きいと思いますよ。多分ね。今までやっぱりやってこなかったのはその向いてないから、合わないからしてこなかったんですよね。これ経験した方がいいよっていうもんでもないじゃないですか。向き不向きや。えっと奥さんともまあ15年ないって言ってるけど、でお嬢ちゃんたちともほぼ。 会話もないって言うけど、今そういう時期なんちゃいますん。四十代後半ぐらい。どっちもまあまだ子供育てなあかん、必死や言うたらもう子供も思春期に差し掛かって一番距離ができる年代でしょ、お父さんと。バレそうやしがこの人。バレたらさずっと続くやん。そのお嬢さんたちとの関係も悪いまんまで。さああとやっぱ後悔すると思うよ。 このお茶して、ご飯食べてがいいんじゃないですか。いい、ドキドキしながらね。で、あとはね、妄想でね。妄想でね。そのエーザラシンはね。ぐらいで、どう思うよ。あんまり。だって、どう、や、どう運んで、どういう風にいってとかって。あんまりプランとかも立てづらいと思うね、そういう人は。暴走するかもしれんしね、この人が。そうか。 そうそう、なあだって愛人にしてください言ってるんでしょ。すごいですね。しかも相手彼氏おるんでしょ。どうせ中どうせ中でしょ。ややこしいわ。ややこしい。だからなんやろ、ちょっと初めてのビギナーがこうね。はいはい、ビギナー。入門編ではないんですよこのケース自体が。はいはい。もしそれでビギナーとして 仮に A さんとしますか30代前半でその人と何かあったって言ったらほんまに何かの打ち上げでお酒も入ってその日ポンと何か一回ありましたぐらいやわそれがビギナーズラックなんですそれぐらいでいいんですよ。変にもう何やったら向こうの愛人にしてくださいもうすごい冗談やったかもしれないですよ。かかかももししれれ確にな なんか、そうしない人やと分かってるから、こういうこと言うっていうね。安全やと思ってるから、まあ、魅力はあるんですよね。そういうふうに言うから。その a さんからすると、あの、その範囲なんですよ。でも、そこまでの気持ちはないんじゃない。これは。やめときなはれ。やめときやめて、ほんまに。まあ、本当に楽しかったらね、ご飯食べてお茶して、いいじゃないですか。それぐらいがちょうど。それぐらいの潤いがちょうどいいんじゃない。潤いね。うん。 大は大事ですからね。てなことで走り屋家業さん。走ってください。そうそう、まっすぐ走ってください。ええ、あんた今まで生きてきたように。そうですね。本当だ。変に踏み外すと。それがいいと思います。今日は男性から。そうでしたね。はい。ありがとうございました。またいろいろとお寄せください。以上、山本社交クラブでした。 深井地価値観調査これとやねよいしょでは参りましょう、はい、スチコの巨乳に目を奪われるレオン大丈夫かそのとやねんです最近の回転寿司はサビ抜きで回ってきますよね、うんうん、お醤油とわさびどのようにされていますか、うん、A お皿に醤油とわさびを溶いてつける、うんうん、B お寿司にわさびを乗せて醤油をつける C それ以外だからお醤油 A は醤油にわさびを溶く B は溶かない C それ以外いいですかせーの A いやもうときいなときなじゃないんですよ B ですねお刺身の時も そうやな。うん、わさびを乗せて醤油つけて。あのー、回転寿司のお醤油ってこうなんかあのキュッと押したらちょろっと出るやつなので、えーえー、あのー、その都度その都度、ならわさびをちょこんと乗せて、うん、ちょちょっとかけて食べる。うん、べるそれをね、うん、あのー、いわゆる小皿でやるじゃん小皿いうかお寿司の取り皿でやるじゃないですか。はい、ねで。最初こうちょっと上からかけるよ。うん、でも で端の方にわさび置いてんねんけど、うん、もう醤油はなこうネタからペッと落ちてなで醤油が残んねんほう、うん、そしたらわさびと醤油は最初はな分かれてんのになん、うん、だんだん混ざっていく、うん、ほんなもうなつくねんやったら、うん、もうええやん最初からこうな、うん、う解いといたらめ、うんね、んどくさいじゃないですかこうちょっとつけるのが。 <え>溶いたのにつけるのが面倒くさい、うん、のくさいのでい俺抜いてんのはなだからその次来たやつも上からかけんねんでチュンチュンってそれは変えてへんねんで,、うん、でわさほんでわさびものせたりもすんねんでだけど、はあ、だんだんそのこぼれた醤油とわさびが一個になるからだ,だからもう、まあ、考えんとな、うんうん、えなんでか言うたらなんであれわさびを直接醤油につけへんか知ってるなんでなんですかあれは醤油油を汚ささなないためなんでですよわさびの油で 醤油をだから他のものもつけるでしょネタとかを。ねわさびと違う例えば何でしょうアジを食べる時は生姜じゃないですか別の醤油があったらいいですよない場合もあるでしょだからしょうがをネタの上に置いてつけた時は普通の醤油のみだからあれはいいんですよ。 のやつは生姜ちょんと乗ってますよね。乗ってるやろ。乗ってるからそこに醤油かけるやん。はい。ちょんちょん。なな。そうかな。生姜がちょっと落ちようね。生姜醤油がちょっと落ちようねんて。もうなだからあのあんまり細かいこと言っててもしゃあないと僕は思うけどね。でその皿はでももうどんどん重ねていきますよ。これがな。もう僕は醤油の皿を最初に作っちゃうね。作るんですか。それ一個で生姜もだからそこに置くね。 わるょうが置いてるところそれからわさび置いてるところでお寿司が来たらお寿司置いて醤油をチュンチュンチュンってやっていったらそっちに移動さすんですかいやだからそれが邪魔くさいからえていうか移動さしてから上からあれするのも嫌やからかけた時にわさびも一緒にちょっとのせるんやけど混ざるんよそこで何べんも言いますけど。 で、まあまあまあ分けてた方が綺麗やけどな、まあ、な,なんかわさびのツーンがいつまでもくるかなっていう、うんうん、特にこのこうだからとか考えずにもやってましたもんねんかねな,なんとなくえ、ざるそばはどうですかざるそばのわさびは、はい ああ,あ僕もう入れて持ってる半分入れまね半分なんでかって言ったらそば全部食べた後に、うん、あのに、ー、そば湯持ってくるやんか、うんうん、あの時に残りの薬味と、えー、あそうわさびを入れてほんでまた入れてねそば湯入れてね ったら美味しい亀井がわさびはそばの上にざるに乗ってるそばの上にわさび乗せてちょっと散らしてそれを取ってこうそうすると毎回ツンとするとなるほどなと思ってそれはそうするようになりました。にのせてもうつけずにそこまで麺は何割かつけてその。 わさびはなんか上の方に残ったままちょっといく。わさびの香りを楽しむ。毎回ツンと。それあれどのぐらいつける？そばを。僕は七割ぐらいかな。僕もそうやね。もうそれがらつけるから、もうなそれもまたわさびが。まあまあはっけできますけど。まあまあいきますけどね。そんな話多いな今日。こぼれて溶ける。ちょっとずつ落ちていくのはまましゃあない。しゃあないよな。 あれ昔あれやな落語家さんで粋な食べ方でチょンってつけて1割ぐらいしかつけずにさっき一応にちょっとねで食べたそれが落語家さんの「粋やな」って言われてたからそれが定着したからずっと死ぬまでやっぱりどっぷりつけられへんかったわけで回つけたかったわけでつけたかったんや晩年言うた人がいまして古今亭何しさんか知りませんけど。 まあそういう面倒くさくない食べ方をやっぱしちゃうなついついね結局そのでもわさびの風味はちょっとんかいいなと思うんすけどそうかね上にわさびが緑色がのってるのはそれはそれで綺麗ですよそれはそば屋さんからはくれむけへんの いやそうすいやなんか江戸前ではそうするもんだぐらいのことを亀井が言うからなるほどそうかもしれない確かが本当の食べ方だ的なことを言うからあそうなんやって亀が亀井が言うからでもちょっとやってやってみたいなそういう味わさびつんできますよなるほどねあもう時間ですかそうですねあと二十秒ほどになりましてね三月も終わりですよ。 まあ、来週も四月ですよ。はい、収まってほしいですね。いや、あの、すごい一ヶ月。だったな。って三月ね。仕事したいですね。早くね。できるように皆さんなるといいですね。いいですね。それを祈りつつ。今日はこの辺で失礼します。さよなら。さよなら。綺麗に終わった。 はいどうもも今日もお疲れさまでした。まあ本当にやっぱりコロナの話はねこれ避けて通れないというかこうみんなそれぞれに悶々としたものを持ちながらおそらく聞いてらっしゃる見てらっしゃる方も悶々としながら過ごしてるんでね早く収束してほしいなと思いますね時間の使い方ですねやっぱり一番はうんうんうまいなあのー ここへ来て韓国の時代劇にはまってしまいましたね<ー>面白い <laughs> <laughs> 時代劇はい朝鮮王朝の年明けぐらいからはあの王になった男やったかなをずっと見てて、うん、終わったってでロスやったんですよ、うん、<laughs> それで今度「バイ」っていうのが始まって「<ー>馬の医者」<ー>「バイ」 えー、倍やったのがもう最後は国の王様を見る主治医になっていくっていう物語なんですけど、うん、<ー>これがまたすごい展開でへえ<ー><ー>1日1時間50話50話五十 <laughs> 話ですよねだからそうですね,ね多分1年ぐらいやってたんじゃないですか、うん、1> 1それを毎日やるから、うん 毎日見ないと。<ー> <laughs> そうですね。えー、だって、あの、それと録画のあの、容量がいっぱいになっちゃうんではい、はい、あそこそこそこ。したまたそれ、もうバイは終わったんですけど、うん、ええー、まだこうちょっと前から別のが始まってるんですよ。うん、それを取り溜めてるから、最初の1週間は大変なんですよ。取り溜めた20話ぐらいをずっと見るんですよ。大変 <laughs> <ー>そんなんどう <laughs> それなんかね忙しい時はそんなしたいなと思いますけどねたまったやつ見たいな見ないでしょなかなかななかかそういうのを見る時間に当てるとかね掃除やな出た掃除掃除か本当にもう何やろ日々ちゃんとしてりゃたまらんもんがたまってってるからもうちゃんとしてそれはな綺麗好きやし 立派なホテルと思うで。さぞかし綺麗になっていくと思うけど、あんまりな、すっちがやりすぎると。奥様。まあ、それはね、ほどほどにしといて。あの、いらんことすなって言われてるので。言われてあの、生駒の部屋はしないです。あの、こっちの自分の。一人の部屋。 そんなもんやろうもんならもうボロクソ言われますからこの間あの、ね、修善した言ってたやんあれはもう完璧うあれは尊敬やんか尊敬 <laughs> それ以上のことはしないあのー、まずいらんもの堀には行きました、あのー、リレーセンターみたいああなるほどそれは OK でしょはい、はい、それは持ってってくれって頼まれて、うん、ほんでそっから家帰ればええのに、うん、車でニトリでファーッと勝手に行って であの洗濯物とかを入れるこのケースっていうんですかはい、はい、ランドリーなんたらはい、はい、プラスチックというか、ね、くにゃくにゃっとしたやつはい、はい、あれの大きなやつがボうボコはもうプラスチックが「うん、これずっと使うの?」さつったいや私これでええー、ねん」って言って「いやでもだいぶバキバキやでいやこれでええねん」って言われてたのあれも変えよう」と。 なことないで行って,行っ,て行ったら同じ大きさなかったからちょっと半分ぐらいの大きさでちょっと深いやつ一応確認しとこう思って「今ニトリやねんけど」うん、っつったら「何しに行ってんの <laughs> もうて遅いな思ってて <laughs> あのな私が使うもんやと <laughs> 私が使うもんで私がええー、言うてんねんから、うん、ほっとってくれた。うん で、買うとしてもネットで買うと「いらんことせんとはよ帰ってこい」って逆、うん、に怒られた、うん、奥さんが正しいや<ー> <laughs> ったいやほんまね、うん、いや喜ぶかなって思ったら全部裏目うん、うん 全部裏よかったなでも電話してやっぱ確認したからここで帰っててみすわ。サイズ違うだけでも違うでしょ何か好きな大きさがある大きさがあるからうち勝手に炊飯器買われた時はちょっと怒りましたね勝手にダメなんでしょそうです次はこれにしようって私も決めてたんですよれが「今日これ安かったから買ってきた」とか言われて「えこれでまた10年これ使わなあかんやああそうやな炊飯器ってそうそう買い直さないもんから いらんことはいらんことは砂、砂、砂。今日はこれでございます。はい。ええ、爽やかに、はいね、お過ごしくださいませ。はい、それではまた来週。はい <laughs>